ミスターズと日常シリーズ。どうもミスターズです。はい、今回ですね、ついにこの時がやってきました。質問コーナー、じゃんじゃん答えます。イエーイ。ということで、質問コーナー今からじゃんじゃん答えるので、まあ皆さんもね、コメントしてくださった皆さん本当にありがとうございます。じゃあ早速行ってみよう。質問よろしいでしょうか。ミスター M の歌声は下手くそで聞いててイライラして大嫌いですが、ミスター Z さんの歌声は米津玄師さんそっくりでかっこいいです。サビだけでいいのでもう一度あの美声でレモンを歌ってください。お願いします。ミスター M はかっこ、ミスター M はグズ、ミスター Z 様は神。ありがとうございます。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いものに、おい、雨が降り止むまでは帰れない、今でもあなたは私の光。僕はミスター Z 様のことを応援しています。今は高校2年生です。ミスター Z 様に応援の言葉をいただけるとすごく嬉しいです。はい、じゃあ今から応援したいと思います。まあ任しておいてください。あのトマトソースうまいさん、高校多分まあ中学よりかはなんか多分ハードル上がってると思いますが、まあ無理せずね。はい。まあ、無理せず、なんて言えばいいんやろ。あんまり、無理しないでって。まあ、無理はしてないと思うけど、まあ、してる人も中にはおるからね。うん。まあ、トマトソースうまいさん。これからも、僕の動画、いつも見てくださってありがとうございます。そして、高校生活も、頑張ってください。以上、ミスター Z の応援でした。質問です。いとこは誰ですか？いとこは、この人です。どうぞ。いや。いや、もう、あんたでしょ。いとこは誰ですかって聞くの、なんかあんまないと思うけどね。いとこ誰ですか言うなよ。はい、じゃあ次のコメントどうぞ。ミスター Z の生態情報。1、アホ。サブアカの作り方を知らない。留年しそうでビビっている。2、怖いもの知らず。学校では目立つことを立践してはやらないが、そういうことは得意。3、歌がうまい。実際に聞くまではわからなかったが、結構うまい。よく LINE 通話で、ライブ感覚で聞いている。アホで悪かったな。サバカの作り方を知らんくて何が悪いん何が悪いんじゃ。あと2番目の怖いもの知らず、まあ、怖いもの知らずは僕怖いもの知らずなんやけど、怖いもの知らずっていうか最近まあなんかそういうの分かってくる気がするんで、でもそれを分かってんやったらもうわざわざ言うてくる必要ないでしょ。ナルシ風にカッコつけてください。どうもミスター Z です。はい、今回ですね、質問コーナーでじゃんじゃん答えていきたいと思います。はい、ということで、はい、ちゃんとナルシ風にあのカッコつけたよ。はい、じゃあ次のコメントどうぞ。うごめもきたろうでなんで色つけないの？まあそれはね、まあなんで色つけれないかっつったら、まあ僕がまああの、鬼太郎にね、鬼太郎のあの、うごめのやつに色をつけたら、まあかなり絵が複雑になると思います。っていうか、もうなんかキャラクターが何かわからんようになると思います。まずね、僕が色をつけたら、めっちゃ絶対おかしになるからね。まああの、まあミスターマジンコーさんは、まあしっかりなんか色をつけて、なんかもう芸術的やけどさ、まあ僕がやったら確実にもう雑になるから。で、あと、なんか色をつけるんやったら、なんかキャラクターに集中しなくなるんですよ。なんか、
僕ね、だいぶ前に色ね、漫画、自分のウゴミホンの漫画にね、なんか色をつけたことあるけど、ウゴミホンでね。でも、キャラクターが、一匹もおらん。一匹もというか、一人もおらん、キャラクターが。まず、登場人物おらん。もう僕が色をつけたらもうなんか背景に集中しちゃって、ね、もう背景しか描かないようなんですよね。だから、色をつけるのは、やめました。まあ、ミスターマジンコーさんみたいに僕はね、そんなに色付けうまないんで、すいません。兄貴、オルタナチャンネルの挨拶、真似てくれ。みなさんこんにちは、ドリームレインボーズのミスターストレスウィン、Z ジャパンです。フォートナイトはやっていますか？やってます。タンスの角に小指ぶつけてー。じゃあ、今から、タンスの角に小指を思いっきりぶつけます。じゃあ、いくぜ。じゃあ、しっかり、これ小指の位置を合わせて、で、助走をつける。小指、痛っ。じゃあ、マジでこれ痛い。ほんまにガチの方で。しかも小指これちゃんとぶつけたからね、これ。小指をこの位置に一気にコーンって。おまけにも膝も行ってもうた。いったやばい。どっちが痛いかっつったら、やっぱり小指っすね。やっぱ小指弱いから。小指弱いからね。もう小指がいっちゃ痛いっすわ。やっぱ、これ、靴下脱いだら多分これ、赤なってるやろな。いったやばい。痛すぎ、これは。痛すぎ、笑った。笑うところちゃうけど、笑い事ちゃうよ、これは。部活はやっていますか？まあ、僕、やっています、部活は。で、やっている部活は、美術部です。どこに住んでいますか？関西です。シェーのポーズやってください。遠い距離からのシェー。ミスター M、 殺してみてください。かっこ大嫌いので。やります。YouTuber のミスター Z 容疑者が殺害未遂の疑いで今夜逮捕されました。ここがミスター M さんがミスター Z 容疑者に殺害された現場です。しかし、ミスター Z 容疑者は容疑を否認しているとのことです。俺はそんなことやってない。なんで捕まらなかんの？絶対おかしいって。一時ミスター T と喧嘩してたけど決着がついたんですか？ああ、あれね、懐かしいな。あれ、一時なんかさ、僕はなんかミスター T にさ、なんかなんやろ、なんか殴り込みなんか喧嘩仕掛けて、なんか本気の喧嘩になるか、ドッキリ。あれね、なんか僕が最終的にね、なんかさようならで、なんか最終的にブチーってぶったたいて、で、なんか後からなんか動画なんか止めた後も、なんか大喧嘩の撮ったよね。これガチの話。で、なんか動画、なんかカメラパーって止めても、なんかもう殴り合いみたいな撮ったよ。めっちゃ痛いよ、ほんまに、ミスター T は。もう、怪力の持ち主だから。僕もちょっとボコボコにやられました、後。で、まあ、結局誰が勝ったのかというと、まあ、ミスター T になります。僕かなり弱いから。はい。もう、決着はつきましたもん。決着つきましたもん。僕は敗北者。負けました。ミスター Z 様は、どうやって米津玄師さんみたいな美声を出せるのでしょうか？僕って街じゃん。なんか僕の周りね、僕のなんか家族とか、なんか NK とかね、なんか周りにね、なんか、なんか僕のなんか歌声が、
なんか米津玄師に似てるってめっちゃ言われるんですよ。なんか、なんかなんでそんな米津玄師風に歌えるとかめっちゃなんかみんな疑問に思っててね。僕もね、この米津ボイスのなんか、やつはなんか知らないですよね。やり方は。でも、一つか二つだけポイントあります。まず僕が歌ってる声って、まあね、なんか、レモンのサビ歌ったら、ね、なんか、あの日の悲しみさえ、ってなんか、ちょっとね、低い感じで、なんかちょっと特徴ある、なんか、歌でなんかやってますけど、まあそのね、なんかラリルレロのラ行の発音あるじゃないですか。ラ行の発音でみんなラリルレロって発音すると思うんだけど、それはなんかもう R 的な発音 ?R じゃないかな。普通のラ行の発音ね。でも僕ね、僕がいつも歌ってる歌声は、なんか L の発音やね。ラリルレロって。ラの発音。だから、レモンとか、苦いレモンの匂いじゃなくて、苦いレモンの匂いでなんかやってるから、だからみんなそういう風に聞こえるかな。僕もちょっとそこわからないんですけどね。まあ、上の歯の裏に、下こうあるじゃないですか。下を、なんかこの下をなんかこうやって、くっつけてこうやってやる感じですね。ラリルレロ。ラリルレロじゃなくて、まあそれが、まあ一つの、まあ、やつです。まあ、声もね、皆さん頑張ってください。まあ、自分なりに頑張ればいいと思います。まあ、僕みたいな歌声目指さなくてもね、皆さん自分なりの歌声で頑張ってください。はい、ということでね、はい、全部質問読み終えました。イエーイ！ということで、質問ね、皆さん、本当に、たくさんの質問ありがとうございました。もっと少ないかと思ったらね、予想以上に多かったので、まあ、たくさんね、読むことができました。イエーイ！ということで、はい、まあこれからも、まあ僕のチャンネルのことを、まあ、応援してください。お願いします。ねえ、僕ね、めっちゃ嬉しかったのが、この前なんか70人いったら、この前なんか68人やったよ。で、なんか70人突破したっていうか70人いったら質問コーナー開きますって動画上げたんやけど、でも、この質問コーナーのなんか18日が来る前に、なんかさ、一気に爆上がりしてさ、チャンネル登録者。で、80行きました！イエーイ！ 80行ったね。もう、ミスター Z 日常シリーズももう80やで。まあでも他の YouTuber に比べてもまだまだやけど、まあ、僕も地道に頑張っていくので、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録ごとぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。せーの。